浅川優です。日本で声優をしてます。よろしくお願いします。皆さんは大体はアニメのキャラクターとかゲームのキャラクターの声を入れることだと思っていますけど、まあ、日本では、いろいろありますね。電車の中のアナウンスだったり、声優じゃない場合もあると思うんですけど、駅のホームの流れとかのアナウンスだったりするときもありますし、はい、やったことないです、やりたいんですけど、あとはあの遊園地とか あの乗り物の中に出てくる、はいはい、そう、例えばロボットが出てきたら、はい、そのロボットの声だったりとか、あとはそうですね、面白いのだと例えば日本だと英検とか、トイックとかあるじゃないですか、はいはい、ああいうのの試験の時に試験官がこう流すスタートという合図が聞こえたら鉛筆を持ってくださいとか、ああいうのとか、うん、もありますね。私もトイックはたまに受けるようにしてるんですけど、はい、こうすごい緊張して、はい、厳しいじゃないですか、ジンクとかも、その中でやったらすごい先輩が真面目な声でアナウンスが聞こえてきたんでちょっと集中できなかったりとか、あの仕事を私もやりたいなって思って集中、体育集中できなかったりするあ、それなりさんだとかって分からない時もあるんですけど、はい、知ってる方の先輩の声だったりとか、はい、特に同僚だったりすると、はい、あれ私もやりたいのにこの仕事、私もフリーランスなので、はい、この仕事どこの会社に言えばくれるのかなとかすごい考えちゃうんですけど、まあそういうなんか教材ものだったり、そういう遊園地のものだったり、パブリックなものだったりとか、すごい幅広く、そうですね、はいはい、いろいろ、あとこういうイベント、はいはい、ゲストで出たりとかっていうのがあって、そういう意味では面白いですね。特に私の場合はアニメとかゲームの声をやることがやっぱり一番多いんですけど、はい、何が一番面白いかっていうと、もう大人になって子供の時は技の名前叫んだりテレビのヒーローの真似したりすることはあったかもしれないけど、子供になって魔法の呪文唱えたりとかないですよね。そう、あと助けてくれ殺されるとかって言うこととかもないじゃないですか。あったらちょっと良くないですけど、なのでもう変なことですけど、いい大人が本気で技の名前を叫んだりとかするのは面白い。結構こうセラピーとかでもあるじゃないですか、大声出してストレス、だから声優の仕事って知らないうちにストレス発散できてるんじゃないかなってと思いますそういうところ面白いですね。子供みたいに大声出す期間ないです、そうですね、だって多分中途半端に声を出す期間は全力でくすぐらないですね、はい、そういうところ楽しいなと思ってます。多分、ボーカロイドのめぐりねるかっていうキャラクターがいるんですけど、それまあ演じたというよりあれはこう性質的には声をプロバイルしたっていうニュアンスにも近いんですけど、はい、めぐりねるかとか、はい、あと赤目が切るっていうアニメのリオネ、あとフェイトステイナイトの、ライダーかなと思ってたんですけど、はい、びっくりしたのが、はい、海外のコンベンションに来るとすごく昔の作品を今も好きで覚えていてくれて、そのままの中ではラブヒナっていうアニメの、モトコというキャラクターとか、アズマンガ大王っていうやつのサカキさんっていうキャラクターとかもあるんですけど、もう日本では忘れられちゃったりとか、あともうファンの子がどんどん若くなってて、まだちっちゃかったから見てなかったとか、そういうのもアメリカではなんか今でも気に入ってくれてたり、アメリカとかカナダとか、はい、それが結構びっくりしてます。クラチロールとかで見えますね。そうですね、はい、あと漫画コミックスの漫画版の英語に翻訳してもらって海外で発売したり、はい、そうですね、だからカナダとかでも3回やると英語に書き換えられた漫画大学を持ってきてくれたりとか全然、はい、違いますか、はい、知ってるの今いくつって、はいそういうのをやったりとかもしてました、はい、今この場で言うとしてやっぱりめぐりねるかボーカロイドのですかね、まあ、さっき言ったように演じたっていうのとはちょっと違うんですけど、はい、声をプロバイドしたものなのでなんですけど、やっぱりそのめぐりねるかが
出た時期と、しかもめぐりねるかは最初はバイリンガルのボーカロイドだっていう出だし、そう出だしでしたし、それと私が海外のコンベンションに呼んでいただくようになった機会が一緒なので、まあめぐりねるかがバイリンガルだったから海外のコンベンションに呼んでいただいたのかもしれないんですけど、いやでも本当に同じぐらいの時期なので、なんかこう運命がガロッと私を海外に行けって押し出してるような、はい、ただやっぱめぐりねるかがなかったら海外に来ても、はい、なかなかその英語ができる人っていう認識はされなかったと思うんですよね、ファンの方に、はいはい、普通のその、はい、日本のアニメをやってる生産者だったと思うんですけど、はい、ルカが一応バイリンガルっていうキャラクター性があったことで、はい、ファンの海外のファンの方がっていうことは浅川さんもそうなのかなって思ってくれたのでそれやっぱもっと興味を持っていただいたのは、だからそれがきっかけでやっぱりツイッター用で始めたっていうのもありましたし、じゃあもう英語が生きて、うん、もう身につけられた英語が生きてくるチャンス、そうですね、すごいなんかこうプッシュされてます英語を勉強しろ勉強しろって言われてる感じなんです、全て意味があってつながってる感じ、そうですね、だからやっぱ海外の方に知っていただく機会になったのでミネルカっていうのはすごく大きいと思うので、すごくありがたく思ってますね。あとはやっぱり聖女のライダーとかはどうしてもなんでしょうね、不思議なんですけど、アジア系の方とそうじゃない方ってやっぱり好みが違うのか、あの好きって言ってくれるキャラクターがすごくみんなそうバラエティーが入ってて、でもフェイトのライダーは結構みんな万人にそう見てくれてるので、世界中の人たちがなので、フェイトなんて最近新しいのも出てきましたけど、それまでは本当にもう7年とか前に撮ってたアニメなので、そうなんですね、はい、それがあのそうですね、嬉しいですね、ライダーって言われ、日本ではもうライダーなんて言ってくれなくなったりとか懐かしい、そう懐かしいアニメになっちゃってるんですけど、でも海外ではライダーに、皆さんがやってるライダーのアニメってこう全然なんか私から思い出があったっていうよりは、思い出があるキャラクターに海外の方にしていただいたっていう感じで、じゃあ余計意味のあるキャラクターに、そうですね、はい、ありがとうございます。私です。嘘です。あのやっぱりボーカロイドは、はい、あのまあ、機械というかなので、もう全てのピッチ、まあ、音を正しくもちろん出しますし、リズムもパーフェクト、私あの裏のリズム取れないんで取れないんですけど、あのやっぱりボーカロイドはそういう意味ではパーフェクトですよね。ただで今いろいろそのソフトだったり、こうちょっとロックっぽかったりっていうバージョンのも出してるんですけど、でもきっとこれクリプトンフューチャーメディアの方にも言ってるんですけど、どんなにクリプトンフューチャーメディアとかヤマハさんが頑張っても、もう何十年何百年頑張ってもボーカロイドが絶対できないのは感情を入れるってことだと思うので、感情を入れてるっぽく歌うことができると思います。そのためにソフトとかロックとかバージョンを取ったので、でも本当にその失恋の歌の時に自分がした失恋のことを思い出して感情を込めて歌うってことはもう絶対ボーカロイドにはできないので、人間じゃないから、そうですね、そういう意味では私の方が上手いですけど、でも一番大事な気がします。技術的にピッチとかリズムって言ったらルカロが上手いです。なるほど、はい。浅川優です。あの私もの今この時代、声優のこう声優ビジネスってすごくアニメに出るのがすごく大変で、あの常に例えばハリウッドスターとかみたいに常に人気のある作品で常にメインキャラクターをやり続けるってことがすごく難しくて、でもちろん私もすごくそれをこうストラブルしてるんですけど、あのそんな中であの私をこうゲストに呼んでいただいたり、皆さんにこう私のことを知っていただいたりとかして、でこうやってあの今もこうやって喋ることができてますし、カナダに来ることもできてますし、すごく本当になんか私を見つけてくれてありがとうっていつも思ってます。あのイベントの最中もあの私通訳の方に入っていただくんですけど、通訳していただいてる間少しちょっと間が空いちゃったりするんですけど、あのみんな最後まで残ってき話を聞いてくれたりとかして、本当にあの全てにおいてありがたいなと思ってます。あのイベントに来られない方もあのいつか皆さんにお会いして、あの
いろいろお話ししたいなと思いますので、チャンスがあったらぜひあのまたアニレボに来ていただいて、私もまた来れるように頑張りますので、いつかあの皆さんに直接お会いする機会も欲しいなと思ってます。あのそれまで中古と忘れないでいてください。本当にあのありがとうございます。これからもよろしくお願いします。